はい、本日の J クラは、8日間連続ガチャ券ログインボーナスということで、レギュラー2021ボリューム2ガチャ券蹴っていこうと思います。だいぶ前にね、ログインボーナスで、8日間こちら配られたんですけども、グレード55から、グレード80までの8枚ですね。で、2021のボリューム2限定のガチャということで、まあ、ボリューム2限定っていうだけであんまり魅力ないんですけども、最高グレードはグレード80件ということでね、さらにね、魅力がないガチャ券だったので、引くのずっと忘れておりました。期限が来たのでね、引こうと思います。ということで、この8枚を本日蹴っていきます。じゃあ、まずはね、55からいきますか。欲しい選手がね、特に、ございません。はい、ということで、行きましょう。まあね、85以上来たらラッキーですね。はい。虹切れたらめちゃくちゃラッキー。そんぐらいな勢いです。はい。まあ、持ってる選手が来てくれれば一番いいかな。ね、フュージョンできればね。はい。さあ、グレード55、1枚目ですね。グレード55何枚あるのかな ?2 枚ですね。はい。行きましょう。このね、ボリューム2限定っていうのがなければまだね、って思うんですけどね。限定絶対来ないからね。なんか蹴ってもねっていう感じではあります。はい、ホナウド。次は70ですね。70が今度2枚ですね。はい。じゃあそこ行きましょうかね。はい。まあまあまあ。はい。今のところ虹流れてない感じはしますね。はい。長澤選手。全然嬉しくないガチャ券っていうのもなかなか珍しいですけどね。はい。あー、行っちゃいましたね。はい。さあ、どうでしょうか。はい。武藤選手。あー、これ初めてかなですね。はい。はい。次は、75が、2枚ですね。はい。はい、行きましょう。緊張の瞬間。まあ、なんか70も75も変わんないね。はい。っていう感じはしますけど。はい。まあ、若干虹が多いかな。さっきよりは流れてる。まあ、1枚も蹴らないで終わりそうな雰囲気全然ありますけどね。はい。椎橋選手。はい。インターセプト前線のフィード。はい。まあ、スピードタイプのボランチってあんまりないっすよね。タイプ別のボランチ確か古い椎橋選手だった気がする。はい、75、2枚目。緊張の瞬間。さあ、虹蹴ってほしいな。お、ナイスー。もうこれだけで儲けもんですね、今回のガチャは。はい。まあ、誰でもいいんですけどね。はい。はい、グレードは86。はい、藤本選手。さあ、どんな能力でしょうか。はい、愛媛 FC アーチドライブ豪快ヘッド。はい、パワータイプということで、はい、ありがとうございます。はい、ということで、最後グレード80以上2枚いきましょう。緊張の瞬間。さあ、蹴れるかな。もう1枚ぐらい蹴ってほしいね。結構定期的に虹は流れてますね。あー、外していく。いいんだよ、ここからドスンと来ても来ないね。はい、井上選手。これも初めて見ました。ハードタックル、パスカット。はい。じゃあ、本日最後グレード80以上ですね、いきましょう。はい、皆さんはこのガチャ券でどんなの当たったんですかね。まあ、だいたい1ヶ月前ぐらいのガチャだからもう覚えてないでしょうけどね、皆さん多分ね。はい。あー、隣ー。さあ、ラストは、まあ、虹切れたからね、良かったですね、今回はね。はい。はい、加藤選手。それでは、さよなら。